見てくれましたか？これ見てくれた？かっこよくない？超おしゃれした。かっこいい格好をしましょうって言われて、よし、かっこいい格好をするぞって気合い入れました。かっこよくない？マサル EN の、俺 EN だったかもしれん。ファルガーさんとボックスさんのお二人と一緒に並んで、俺はもしかして二次三次 EN？ あのビリビリで活動してる二次三次のライバー、おしゃれしましょうっていう、なんかあの兄弟って言われてた、ツイッターで。確かに髪の毛の色だけ見たら、なんかファルガーさんとボックスさんがお兄ちゃんだったかもしれん。でも俺も大きくなったらこんなイケメンになるのかな。まあ今もイケメンですけど、このまま成長したらね、ファルガーさんとボックスさんみたいな、とダンディ大人イケメンになるのかな。今まだ中学生イケメンだけど、ちょっと希望に夢膨らむね。身長をもっと伸びたらこうなるかもしれない。どう？なっちゃうかもよ。もっとイケメンになっちゃうかもよ。大人にならないで。なんで？なんで？ダメなの？なんで？なんで？これ以上かっこよくなっちゃダメか。あ、もうイケメンだからか。そうか。もうすでにイケメンだから、これ以上イケメンになる必要ないってことか。そうかそうか。歳をとっても身長が伸びるわけではない。なんでそんな本当のことでも言っていいことと悪いこととあるんだぞ。わかんないじゃん。もしかしたら伸びるかもしれん。わかんないぞ。かっこいい俺。謎のベルトがついてます。かっこいい。なんか最近ベルト流行ってるもんね。と、巻いた。巻いただけかっこいいって聞いたからいっぱい巻いた。ベルト巻きまくるのが流行りって聞いた。かっこいいでしょ。いや、かっこいいな。俺かっこいいな。え、俺かっこよすぎ。照れちゃう。え、そんなにかっこいい？ほんと？ハンサム？グール？シェシェ。Be my wife。ブーブーブー。Be my husband。かっこいい。俺様、超かっこいい。